こんにちは。こんにちは。はい。前回に引き続き、はい、ショップスタッフのキャラクター発掘の旅第2弾かな。はい。はい。新宿やってまいりました。やってまいりました。早速行きましょうか。早速行きますか。はい。行ってきます。行ってきます。そうですね、お歌探してるんですけど、そうなんですね、はい、好きな人がいるんですけど、美術館デートのでも行こうかなと思って考えてるんですけど、いいですね。で、ちょっときれいめな感じのコートが欲しいなと思って、はい、プレゼントとかではなく、プレゼントです。プレゼントで、はい、いいですね。ちょっとギャルなんですけど、あ、ギャルなんですか、はい、ちょっと僕色に染めたいなと思いまして、はい、お客様みたいなおしゃれな感じで、はい、そんな感じでお願いしたいんですけど、そうなんですね、何かありますかね。それこそさっき見てくださってた、はい、このサギーのジャケットとか、はい、美術館でちょっとカチッとも確かにしたいかもなと思うので、着てみてもいいですか。あ、もちろんです。またクラドが着てます。プラスの畑中です。また着てますね。そうそう、そのさっきご紹介、毎回なんで着てるのびっくりしちゃった。もうワンピース着ちゃうのかな。着れそう、はい、着れそうだけどね。着ちゃおうかなと思ってました。私も着るじゃない。なんかそれちょっと求められてる感じです。あ、全然求めてないです。前回に続きまして、はい、今度は新宿店の方にやってまいりました、はい、じゃあクラドさんどうでした。ももちゃんに接客されて、ももさんのキャラクターは聞き上手、素晴らしい。もう僕がどん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 言いたくなっちゃう、はい、トークが進んじゃって、はい、で来ちゃったもん。来ちゃいました。すごい、引き出してくれるなってすごい思いました。素晴らしい。じゃあももちゃんに、はい、ジャケットコートのなんかおすすめポイントをします。ポイントはカチッとした肩が入ったボックスのシルエットと、あとやっぱりなんといってもこのシャギーの素材が私はすごいおすすめで、このボックスシルエットだとカチッとした衣装になると思うんですけど、この素材感で女っぽさとか柔らかさがあって、そう、あったかいし、ね、なんかコートとジャケットのいいとこ取りみたいな、うまいこと言うね。でももちゃん、ワンピースも合わせてたじゃない。なんかその合わせもすごい可愛かったから、こちらですね、デートにぴったりじゃない。本当にこのコーデ大好きですね、僕は。でしょ、はい、可愛いのよ。ちょっと惚れちゃいます、これで来られたら。今日はありがとうございました。ありがとうございました。のももちゃん、今日接客していただきました。すごいこうリアルな接客が見れて、キャラクター見えたんじゃないかな。見えましたね。はい、ということでということでね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。すいません、今ちょっと喧嘩しちゃって、彼女と。あ、そうなんですね。はい。そうなんですよ。それでちょっとコートをプレゼントして仲直りしたいなと思ってるんですけど。素敵。今喧嘩しちゃったの。そうなんですよ。どうしましょう。どうしましょう。はい。彼女さんに仲直りのためのプレゼント。はいはい、そうです。最近なんか就職して。はい、おめでとうございます。彼女が、彼女さんが、はい、じゃあ就職祝いも兼ねて。そうですね、なんかちょっと大人っぽい、大人っぽい感じ、コートみたいな。あ、いいですね、バビロンぴったりです。じゃあお仕事はオフィスカジュアル系、そうですね、ですかね、はい、じゃあ何個かあるんでご紹介します。いいす、ね、お願いします。普段のお洋服も活かすし、はい、ちょっとじゃあお仕事始まって、はい、オフィスカジュアルでも様になるようなコート3点で、はい、こちらはマネキンお見せしたいんですけども、見せてください。いいですか、はい、こんな感じで、今ちょうどデニム合わせで着るんですよ。この袖がポイントで、袖をギュッと上げるとちょっとバフスリーブっぽくなるんで、はい、いや、いいですね。一見シンプルなんですけど、着るとすごい1枚で映えるような感じ、はい、でこれが個人的に一番大人っぽさは出るかなと思うんですよ。これ何なんですか、お気になって。これはリバーコート1枚仕立てでバサッと羽織れる、着ちゃってもいいですか。もちろん着ちゃってくださいこういう感じでバサッと着れるので、はい、おー、かっこいいですね。一番こう大人感は出やすいかなと思います。でちょっと巻いてデザイン性つけてもなおよし。かっこいいですね。そうなんです。かっこいいですね。でイメージは湧きました。イメージはなんか色味的にはこっちの色結構彼女持ってるんで、うんうんうん、あ、彼女さんがこっちの色を持ってる、はい、ね、迷うよね。え、迷いますよね。あ、
すいません、急にちょっと入ってきちゃったんですけど、あの喧嘩中の彼女です。もうなんか仲良さそうですけど。血は喧嘩、血は喧嘩。よかった、大事じゃなさそうで。ということで、新宿店の塚ちゃんに接客していただきました。なんか、ごめんなさいね、一回私の感想を聞いてもらっていいですか。はい、どうぞ。あの、いつもの塚ちゃんと違うテンションが。やっぱり、男性客と女性客の入り方というか、なんか上げ方、うまいなと思って。いや、アウターをさ、こう集めてさ、はい、すごい優しいなと思って、クラブどうでした？最高なショッピング体験。いつもは、まあ、これまで撮ってきたんですよ、はいはい、最終的にクラドが着るっていう流れになってたんだけど、はい、今日は着られちゃうから着るっていう、うわ、やられたそう思っちゃって、だから、はい、ね、敗北さすがっすね、本当にガチャ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 、ね、集めてきましたから、はい、本当みたいな、はい、お買い物を楽しませる、はい、ここはどこですか？立川にやってまいりました。立川にもあるんですね、バビロン。ありますよ。僕中央線ユーザーなんで嬉しい限りです。そうですよね、はい、ってことでバビロン立川店のあの子に会いに行きましょう。行きましょう。うん、いやー、今ですね、はい、ちょっと彼女と横浜デートに行くんです。横浜デートめっちゃいいですね。チョコレート工場に2人で行けるような、モコモコっぽい、そういうコーデを2人でしたいな、ペアルックみたいなのしたいなと思ってまして、はいはい、なんかそういう服とかあったりしますか？そしたら、例えばなんですけど、はい、こういうタートルネックのインナーにしていただいて、はいはいはい、茶色とかなんかいいですみたいな、はい、そういうのを、はい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 、ポッポした感じのがあるので、はい、あなたにこういうのを一緒に合わせてあげて、かわいい、かわいいですよね、はい、イメージ的には、あ、いいですね、ちょっとこうスタイル系のパーツなんですけど、はい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 、こういう感じで合わせていただいて、はいはいはい、アクセントでリクレストとかもできてあげてもいいかなと思います。お姉さん的にはこのコートと何を合わせるの？思、はい、はい、っきりそれチョコレート系でいくなら、はい、チョコレート系でいけるんですか？あ、いけますいけます。ちょっと持ってきます。はい、こういう女性らしい感じの、はいはいはい、ツヤ感もあって落ち感もあるフレアのスタイルで合わせてあげて、はいはい、やりすぎない程度とかでもよければ、はいはいはい、お、チョコレートですね。だいぶだいぶ、はい、あのチョコレートってあの言っていただいたので、はい、めちゃめちゃ寄せてます。いいですね、はい、ちゃんと大人ごみの感じのこういうのとかで合わせていただいたら可愛いかなと思うんですけど、はい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 、こういう感じいかがですか？
バッチリです。バッチリですか？はい。ちょっと着てみてもいいですか、僕が。あ、もちろんですよ。はい、こんにちは、くらどくん。先生、ちょっと邪魔が入ってたんですけど。こんにちは、はい。横浜デートに行く彼女です。こんにちは。こんにちは。今試着するのちょっと。はい。また来てんの？いいですね。いやだから彼女にって毎回ねこうなんです。はい。ではお疲れ様でした。はい、立川店のエリカさんです。堂々としておりますよ。一番なんか肝がそう。クラドが来たって昼ないちょっと昼んじゃいます、ね、逆に負けそうになった。一応負けそうです。負けそうになりました。で、なんてお題で来られました、はい、横浜デートで、横浜デートで、うん、はい、ブランディエコアでお話だったのでコアがちょっと知りたかったんだ。そうです。あ、ボアなんだ。気になるから。あ、なるほどなるほど。これちょっと無理やり持っていきたいクラド君はどうでした、はい、っていうか、これいつまで来てるんですか。だから、一回脱いでもらえます。あ、すいません。そうそう、はい、エリカさん、どうでした。お姉さん。ありがとうございます。すごい、やっぱ、なんかどっしりしてる感じがあって。どっしり、その、地に足がしっかりついてるを感じまして、はい、で、ちょっとリードしてくれてる感じがしました。だから大人の女性だったんですね。はい、そうです。大人の女性を感じました。肝が座ってますね。そうですね。あ、そう。はい。はい。ボルボワコートをおすすめしてもらったんですけど、エリカさんからちょっともう一回おすすめのポイントをお伝えできますか。はい、ポイントはしてます。ボワコートって私結構いろいろあると思うんですけど、うん、大人でも着れる長すぎない気がして、ミドル丈っていうのが着ていただきやすいポイントにはなってて。短すぎるやつに好きなジャパニーズしますし、あとは襟立てても首までちゃんと高く着ていただけるのが嬉しいかなと思います。こんなにくるくるの、ね、素材でね、ここまでまとわるしたら絶対女の子可愛くなる。はい、間違いない。エリカどうでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ということでショップスタッフのキャラクター発掘の旅、はい、どうでした。なんか人によってもすごい接客が違ったし、うんうん、あと感じたのは、うん、街によって、うんうんうん、すごいなんかキャラクターとかが違うなっていうのを感じましたね、うんうん、あ、そうですね、はい、まだまだ行ってないお店もあると思うんで、はい、また行きましょう。一緒に行きましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。